何にも変わんないって、人間が進歩してないんですよね。思われてるバンド像を壊してみたいですね。家族みたいとは思ってたんですけど、ディラングレーテしかない。何にもないところからはやっぱ生まれない。この5人でものを作りたい、作ってることが今までやってきたことの全てなんで。一緒で、でちょっと具合でちょっとずらして、まずどのように作っていく、まあ、ギターを弾きながら、なんとなく弾き始めながら、なんかピンときたところからスタートして、そこから広げていくみたいな感じですかね。まあ、そこからこうみんなで聴いてから、まあ、そうチョイスして、何曲かチョイスして、でそこに自分のフレーズを置き換えていくっていうんですかね。まあ、ドラムやったら自分の、まあ、パターンであったりとか、まあ、ギターもこういうアプローチとか。そう、まず曲の第一印象を聞いて、まあ、それでインスピレーションを受けたドラミングをつけて送って、のやり取りですね。やっていくうちにその骨組みさえも変わってしまう時もあるし、そうですね、うん、いろいろパターンはあるんですけどね。その完成図というものに関しては、まあ、それぞれのなんだろう、まあ、イメージのものはあるかもしれないですけど、そこまでこう具体化した、完成予定図みたいなものはないですね。あの言葉で言ってしまうと、やっぱりそこにも意識がね、そこに集まってしまうから、やっぱ方向性が合いすぎるっていうんですかね。でもそれ以上のことができなくなるんで、ある程度形になり出した時にこんな感じかなっていうような言葉を一つこう投げるとか、まあ誰か他のメンバーからこんな感じかなとか言われて、それでなんか大きくこう方向がパッと変わるというか、道が見えるとか、そういうこともありますね。それぞれメンバーがそれを受けて、でなんかまたアプローチを変えていくような感じっていうんですかね。だからどんどん転がして転がしてっていう。初め聞いた時に、あ、まあなんかこういう感じのものかっていうのがあっても、途中でテンポが変わったりしたりするとガラッとその曲のイメージが変わったり、テーマ性が変わってきたりするんで、でもあ、そっちの方が面白いねとか、うん、なったりすることがほとんどなんで、まあいいですね。で、僕あのプリプロの段階から歌の本ちゃん取っていくんで、全部台無しっていうのが結構あるんですよね。あ、もうここまで本ちゃん全部終わってんのに、テンポ変えるってことは全部取り直しかっていうのとか多々あるんで、まあ、ここから A メロかなって思ってたとこが、まあ、京君が違うとこを A メロって解釈してたら、もうそこが A メロになったりするんで、
その初めに曲持ってきたメンバーの意見がやっぱメインだったりするんで、その人がちょっとこれイメージと違いすぎるってなると直したりしますけど、最終的にいじくってみて自分のパートに関してはやっぱり最初のあのファーストインプレッションというかそのが一番良かったりはしますけどね。なんかパッとできたもんで格好いいからそれでもええやんっていう感覚もあるんで、うん、でも最近はちょっとそっちをもうちょっと、うん、大事にしようかなっていうか、うん、なんかこう考えましたっていうフレーズに聞こえてるんじゃないかなとか、そういうのが好きなんですけどね自分は。でもなんか、うん、このバンドでやる中ではそういう部分じゃないその瞬発力とかそういう部分もっと大事にしていこうかなというか、ございます。よりならこっちのケーブルにした方が俺はまあ慣れてるんで、あ、うん、かなと思って。
願いします。ボーカルだから見えないとダメとか、ボーカルだから喋んないとダメとか、ピンスポ当たんないとダメとか、すげえナンセンス、すげえ古いなと思って、なら真逆に隠したろうとか、もっとその影だけで表現したらどうなんだろうなとか、でそうなった時に自分がどういう表現するのかっていうのとかも楽しみだったり、その頭の中でこうなるからそれがやりたいとかじゃないんですよね。それやってそこに立って自分がそこで 100% 自分出せんのかなとか、結構そのだからなんつったらいいのかな、うん、感覚的な感覚的、うん、でもなんかね自信あるんですよね、うんうん、でやってみて映像見て、あやっぱできたじゃんみたいな、やっぱ面白いじゃん、うん、自分が表現したいことをまた一個近づけたな、また固定観念潰せたなっていう、うん、それだけでいいっていう、そういうところは、うん、どんどんやってったりしますけど、緊張、普通に緊張しますし、逆に緊張しなくなったら嫌だなとは思いますけどね。なんかこう自分もそのステージっていうものに対して、非日常でありたいと思うし、日常にしたくないなとは思いますけどね、普通にしたくないというか、はいはいうん、やっぱりなんか特別なものであってほしいと思ってるし、ちょっとやっぱ夢見てたいんでしょうね。ああで明日また行って悪かったらそのまま入院させることもちょっと考えた方がいいかなと、まあ、渋子までに治すとか、で今日喉のお調子見たら、うん、なんか扁桃炎だけじゃない菌もわーっと繁殖してて、
なんか白いゴツゴツがブワーッとできてて、うん、でもう喉に何も通らない痛すぎてっていう状況になって、おはようございます。コーストの時点では、まあやりきるしかないやろうっていう意識というか、変になんか大丈夫かなみたいな感じよりかは、なんとかして、まあ、大変やろうけど頑張ってやろうっていう気持ちのが大きかったんで、あまりこう、なんか不安な雰囲気というか、そういうのはなんかこう出さないというか、今後別に強者なしになくても他のメンバーでもね、何かそういうことが出てくるかもしれないなっていう覚悟はそこではできたんで、だからそこはもう他のメンバーが どうしても仕方ないっていうか、動揺してたところで今日が良くなるわけではないし、だからいつでも臨戦態勢ではいようっていう、準備はいつでもできるようにっていうところですかね。海外の送り火強化にしてはやりたいって気持ちがあるけど、できるかまだ
作れながらでやっぱ体力的な部分が一番できない場合は延期延期今延期日程は、うんヨーロッパ終わりで締めて探してもらってるんでやらないでやるのは俺らもやりたくないから無理してやる必要はないの、うん、それはすごくあるんで例えば医者も俺もやってってことは絶対言わないし、まあ、医者は喉としてはやれます体力としてやれるかどうかは自分で判断しなきゃ分からないその気持ちは分かるけどやりたいっていう気持ちはさ気持ちは分かるけどその不安を解消するためのリハでもあるわけじゃんこのリハってさでいきなり本番じゃ気持ちはいけるからって言ってやって俺らはリハやってるけどさ下手なもん見せるんだけどやっぱどうなんって思うけどまあでもそれはこう彼だけじゃなく、うん、他のメンバーもなどうなるかわからないのでまあそういう意味ではそうかどうしようかねっていう感じではありましたけどね、うんうん、なるべくはやっぱりこうやる方向でやっぱり考えていきたいので、うん、そのやるっていう前提の上で自分のベストを、やるつもりだしそこに持ってくつもりではやっていくんですけど、うんあとは、バンドのモチベーションと、うんその党の本人のモチベーションと、うんうん、っていうところでこう折り合いをうまくこうつけられたら、うん、ゴーだなって感じですけど、うんうん、結構もう十何年前から常にあることなのでまあ体調悪くなったら休めばいいんじゃないかなっていう感じですね。おもちゃあくまさん。出ます。
け、あの先生とかにも治ったって言ってたんですけど、あんま治ってなくてめっちゃしんどかったんですよね。その喉の病気とかでツアー延期したりとかキャンセルしたりとかよくあるんですよね。別に体弱いわけじゃないんですけど、多分普通に酷使してるだけだと思うんですけど、それで何回もそういうのが繰り返してて、ここで、まあ、キャンセルとか延期してもよかったんですけど、またってなるのもすごい嫌で、まあやらなあかんやろってしか普通になかったっですね。他のメンバーも思い入れがある会場だったんで、そんな無理せんといてくれとは言われたんですけど、いや逆にそこでいつも以上のライブを絶対したろうと思って、その時のできる自分が 100% 出せたらいいやと思ってやってたんですけど、曲順とか何をやるかっていうのは僕一切それ噛んでなくて、出てきたものをそのままやろうと思うんですね、あえて。それで出てきたところにジェラスが入ってて、まあ多分昔やった時にやったから、うん、入れてるんだなっていうのは分かったんですけど、自分が決めてたら入れないです。リハもできないし、こんな状態で、まあ自分メインじゃないですか。僕だけ出てって歌うから、あの負担が大きすぎるっていうか、ちょっと何だろうな、何年も歌ってなくてリハなくていきなり本番ですって、まあ普通やんないですよ。コーストが終わるまであの曲は入ってなかったんですよ。でまあその我らが15年前にやった渋子でアンコールの曲目に、まあ、あのこの間やったのはそれのちょっとアンプラグドバージョンなんですけど、そのバンドバージョンっていうのをアンコールの1曲目にやってたんですよね。でうん、まあいけるかなどうかなと思いつつ、投げてみたんですよね。でまあみんな今日次第やと。でも何も本人から返ってこなかったんで、ああやる気だろうなと思ってたんですよ。気持ちだけはなんかこう、前向いてるんやろうなっていうのがなんとなく分かったんで、バンドにとって記憶に残る日がまた一つできたんかなと思いましたね。うん、それでいやこれ久しぶりやからちょっとこの曲抜いてっていうのはね、自分の中では嫌だったんです。やったろうと思って。
さ。ホワイトはあるよね、ホワイト。あるよ。ちょっとだけ。うん。ビチャッとするよ。こっちのが張りがあるというか、こっちのちょっと一回変えてみる。When you open, yeah, on two persons. Okay. One and another. Hey, four. One, three, four. ヨーロッパは2階建てなんですよね。ああ。なんですか、天井低いから。低いっすね。そうなんですよ。100階ぐらい頭下がる。ベッドもこんなちっちゃい。ちっちゃいですね。ちっちゃいでしょ。ちっちゃい。まあ1ヶ月ぐらいいたらね、ちょっと。まあ、長い時は1ヶ月ぐらい。うん、まあ3週間ぐらいですかね。ああ。結構会場の横にバーンつけたりするんで。うん。ファンの子はもうここに来れるんですよ。なんかここに落書き用具されるんですよ、ね。この汚れを使って。やっぱあのずっと走るから。うん、もうツアー中何回か洗車せんと、はい、めっちゃ汚いんですよ、うん、やっぱりもう虫が死ぬし。ここがラウンジです ね、 ね、前回も同じ、全く同じやつ。大体ヨーロッパはこのパターン多いですね。あ、まあ、あともうちょっと新しめのバスか、はは、もうちょっとこう、はい、小物が割と綺麗くなってくるって。ああ。いい感じですね。いい感じですね。
作りがね、結構違うから毎回。やっぱ雰囲気がいいっすよね、どこも。いいっすね、うん、音がもう、なんていうんですかね、その会場にこう染み付いてるっていうか、すごい小屋が鳴るっていうんですかね。なるほど。こっちだと、だからちょっと手を抜いてるわけじゃないんですけど、うん、もっとこう、なんか自然でいけるっていう。おでもドイツって、はい、あの自分らが初めて2005年に出るんで、はい、ヨーロッパで初めてやった場所なんでね、はい、うん、まあ、まずちょっと、はい、あのなんていうんですか、ちょっと原点に戻るというか。おあの今日もあの照明とか、うん、もう全部こっちの現地の仕事で初めてやる人なんで、はい、だから日本やったらねずっと、うん、あの長年一緒にやってくれたスタッフがちゃんと曲もね聴いてすごい仕込んでくるんですけど、うん、こっちやと全然、ね、ある程度曲を聴いたとしても、はい、世界観はね、はい、やっぱ把握してないかな。だからそこが逆に面白かったりもするんですよね、こっちの。あんま完成されてない、なんていうんですかね、荒々しさがあったりとか。これでも日本作っていいな、じゃあ。これ曲違うで。で、大丈夫これ合ってる全部。他の曲順はリハ通りです。サビから聞きます。あ、はい。レベルっすか。そうですね、ちょっと大体のところで、もう一回あとはですね、ちょっとちょっと弾いておきます。あ、大丈夫です。もう一枚。もう一枚か。あ、もう。そう。ガーリー。あ、ごめん。ガーリー。あ、そうです。
一枚にした。え、普段作業？そう、うん、Thank you.
もうそれはもう俺の中では日本のツアーは、あの至れり尽くせりツアー、海外でのツアーは学ぶためのツアーかな。まあやっぱ日本はなんか全てにおいてきっちりしてるというか、向こうの場合は何もかもが緩いというかアバウトな感じですね。それはね、自分は結構好きなんですよ。個人的には俺は一緒ですけど、今海外は、まあ、まだなんか下積みな感じじゃないですかね。海外の人って、まあ、日本もその地方のね人はそうなんですけど、なかなか出るもんじゃないし、うん、だからそこら辺のねやっぱ違いっていうのは大きくて、次いつ来てくれるんだろう、いつ見れるんだろうっていうのがやっぱあるから、その心構えがねやっぱ違うと思うんですよね、うん、まあどうせやれるんだったらもっとこう自分が見たことのない世界だったり、うん、そういう未知なる領域で、戦えるうちは戦ってみたいなとやっぱ思いますけどね。日本やとね、なんか大体のところはもう行ってるんで、土地勘とか分かるじゃない、土地勘もあったり、そのところの文化も分かるし、海外だと本当に分からないんで、本当にツアーをしに行ってるっていうだけの感じなんで、それはそれで俺は好きなんですけどね。もっともっとその国を知ればね、それがライブにも反映されるかもしれんとか、自分のコンディションをもっともっとこう上げていけるかもしれないとかね、その辺はやっぱどこがやっぱ一番の違いですかね。安定の海外嫌いですね。海外の人は嫌いじゃないんですけど、日本から離れるっていうことも嫌ですね。まず移動が嫌です。食い物が嫌です。何喋ってんのか全くわからないっていうのが嫌ですね。ほぼ嫌です。こんな嫌な思いして来てんのにクソなライブしたらすげえ後悔するんで、最高なものをしないとなと。まあ、いい意味も悪い意味も、なんていうかな、心がちょっと弱いというか、なんかこう、大きくこう、なんていうかな、自分に自信を持てないでいたいというか、そういう部分がすごく自分たちにはあったりするんですけど、まあ、それが逆にパワーになってるというか、自分たち5人で集まれば、まあ、こんだけのことができるとか、1人だとやっぱなんか自信がなかったりとか、そういうが、まあ、いい意味でも悪いでも、そのちょっとこう弱いところというか、そういうのが長所でもあり、短所でもあるかなと。j'aimerais savoir, enfin, qu'est-ce qui maintient votre aile? まあ、自分ではこう、なんていうか、
なにこう誰かについていくためになんかこうあついていくような、うん、ことじゃないことを選んで、うん、まあこうバンドやってるわけでなんか、うん、人をまあ何受け入れるというよりも反抗して、その中からなんか自分たちの、うん、世界というか場所というかそういうものを探してる感じなんで、直接こういうことがあるからすごいなんか、怒ってるとかなんか怒りが溜まってるとか、うん、っていうことよりかはなんか自分との戦いというか自分自身に対して何か、なんていうかな渦巻いてるものをこう吐き出しているというか、まあ、もちろんなんか、出来事だったり世の中のことに対してもあったりはするんですけど一番はまあ自分に対してとか、そういうことが多いかな。
Yeah. You're the flying in London? London, just
Yeah. 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 Mm-hmm. And Novara, Austria. Oh, I see. Okay. Yeah, that's tomorrow. Or when is tomorrow? The day after tomorrow. Oh, yeah, yeah. That's Sunday. Are you taking bus? Yeah. Yeah. But bus. いろいろ見ました。見ました。あっちは休憩場みたいになってました。ああ、そうですね。雨降りますね、これ。降ります？多分降ります。2ヶ月ぐらいアメリカ行ったことありましたけど、ツアーで。あれはもう本当最初の方だったんだけど、今考えたらきつきつ、まあ面白かったんですけどね。まあでも若かったんだな、きっと。何やっててもそうですけど、肉体的な辛さよりも心が折れた時が全てが終わるかな。それはどんな仕事でもね、ダメだと思った瞬間にもう全部が終わるような感じはしますけど、そこで折れなければ続けられる。まあ、日本のバンドが海外でやれない理由はそこなのかもしれない。まあ、本当は辛いですけどね。Bye.
回増えたか分からん。いや6分超えただけで5曲できる。じゃあぶっ続けてやる。ボーカルでボーカル入れまして、5曲ぶっ続けて。We do five songs, we do five songs without a dance. Let's go, let's go, let's go. No, okay, 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 okay. ダメでしょ。まだやっぱ自分が弱いんかなと思ったりしますね。なんかそうなってても、いやもういいよやろうって言えてればまね。なんでこんなことになってんのってぐらいおかしかったんで、やっぱその不安要素がね、まあ気持ち、まあ不安やったらまあいいかなと思えるんですけど、いやこれどうなってる、これ本番始まってさらにむちゃくちゃになったらどうすんやろうとか考え出したら、もうある程度のところで持っていかないとできないんじゃないっていうのが頭に走ったんで、そうなったんですけど。海外はもうフェスは毎回不便で、
モニターがまず絶対悪いっていう、まあ、それを踏まえてやってるんで別に大丈夫なんですけど、まあまあ想定内な感じで、まあ、変な話、俺はあの今更あのあーでこうでこうだこうすればよかったとかそういうのは勇気もないし言いたくもないかな、はい、うん、もう結果はそこに出てるから、はい、うん、それをやらなかった、うん、やれなかった、まあ、自分たちが未熟だったりとかコミュニケーションが取れなかったとか、なんかそういうのいっぱいありますけど、うん、まあ、それを踏まえてじゃあ次どうするっていうことを考えた方が有意義だし、うんうん、なんか俺はそっちの方に持ってきたいかな。でもよそのバンドもね、その環境は一緒やと思うんで、それでもやっぱちゃんとやれてるし、俺らがやれてへんってのはおかしい話で、ちょっとまた違うところの反省材料が多いですね。けど、うん、まあ、慣れるしかしょうがないですよね。変にホテルとかに行く方がめんどくさいですね。ずっとあの中におればいいわけだし、ホテルとかその次の日のホテルとかだといちいち荷物出して、よしは、だからってスーツケースバーンと丸ごと置いとけるわけじゃないじゃないですか。まあ言葉はないですか、やっぱ言葉か、まあ話せないですね、言葉はね分かったり話せればそのずっとなんか、街のことだったりね、自由が引くと思うんですけど、聞かない、話せない、全くこう土地感も広がらないし、が一番不便ですね。全く追いついてない状態で、あのセッティングは、メンバーももうなるべく早く袖行ってモニター環境を聞きながら、本番に挑もうと思って、まあ、最終的にはでも2曲削ることになって4曲だけあったっていう、自分たちも心が動揺し、見に来た人にも申し訳ない。
からわーっと横断してきたわけですね。はい、ドイツ、フランス、ベルギー通ってドイツ通ってですかね。そっちのステージがでも気になりますね。俺らの出る方が気になりますね。どれくらいいるのか。あのめっちゃ向こうなんですよ。端と端なんですよ、ここは。あ、本当ですか。はい、え、何キロ、1キロぐらい。いや、もっとあるじゃないですかね。全然いないじゃないですか。さっきよりはマシ。全然人いないじゃないですか。
じられへんな。どうしたお前。厳しい。どうでした。はい、どうでした。うん。まあこんな感じでしょうね。想定内というか。想定内。うん。まあ、何でもそうだけど、期待しちゃいけないよ。何を期待するんだって感じですね。うん、なんかね、うん、やれることっていうのは限られてるんで、その中でこう、一本一本自分が今できることをやるだけなんですけど、でそのやれること限られてる中で、何そんな夢みたいなことを思ってるんだというか、変なにそんなに人生甘くないでしょ。確かに、夢は畳みますけどね、もしかしたら俺自身がそうやってこうそういうちょっとこう負の感じで、はい、囚われるかもしれないんですけど、でもみんなが思っている以上にそれぞれの人生は甘くないし、そんな期待できる未来が待ってるとは俺は思わないかな。やっぱ期待しちゃう部分はありますけどね。フェス自体がその3日目やったのが、なんかお客さんが疲れてた感がありますけどね、ちょっと。なんかちょっとこう、フレッシュじゃなかったなっていう、なかなか初めてそのドイツの2005年にドイツのフェスに出た時より響かなかったですね。まあまあまだまだだなと。向こうの盛り上がってるバンドってこう手拍子誘ったり、なんかこう煽って喋って煽って一体感出したりとか、するんですけど、もともとこのバンドそういうことをしないじゃないですか。海外だからしないとかでもなくて、それでそういうのがないと盛り上がんないっていう自分らの力がないなっていうのもやっぱ感じたし、そうやって乗せてもなっていう、なんかそのあそこに飲み込まれんのもやっぱ嫌なんで、その葛藤っていうか、でもそうしないと思うね。歌詞も日本語だったりするんで、まあそうなるよなとは思いましたけど、だからこれでいいんだなと思いましたけど、もう5、6年いってる中なんで、ある程度もう見えてる部分はやっぱあるんですよね、こう現実的な部分として。そこをどうやって広げていくかっていうものをこう考えていかないといけないんですけど、もちろん向こうでなんかね、もうちょっと
大掛かりなツアーとかやれるんならやりたいですけど、なんだかんだやっぱいろんなもののバランスを取りつつの海外になるんで、やっぱ難しい厳しい部分は多いですね。やっぱ向こうでのこうステージって、まあ、ワンマンもそうですけど、やっぱりもっとこうやっぱステージを構築したいっていうかね、その照明であったり演出もねっていうので、日本でやってるものをやっぱ見せたいと思うし、やっぱそういうのもまだできてへんし、なんか悔しい思いして帰ってくるのが多いんで、日本でやってるようなことが早く海外でもやれればなと思うんですけど、まあ多分もう日本カルチャー、日本文化っていうものに対して の、あのウェルカム感はもうないと思うんですよね。それは自分がそうやって見てきて思ってるところであり、あるかな、あとはその過去のもう遺産ですよね。その遺産にすがって生きていくのか、それとも新しい道を開拓していくのか、っていう、多分そういうあの、まあ、分岐点というのか、そういうところに立たされているんじゃないかなと思いますけどね。個人としては似た空気感とか世界観とか持ってるバンドが見つけられたら一緒に回りたいなと思いますけど、なかなかいないんですよね。まあ海外、本数によります僕の場合。だから先のその目標っていうのは全くないですね。なんか、どうありたいとかも、もっと変化していけばいいと思ってるから、どんどん変わっていけばいいと思うし、もう今思うこと、今やれそうなこと、やりたいことを形にしつつ、それがまあ続けばいいかなって感じですかね。ないですね、特に何々したいとか進化したいとか、気づいたら進化してたみたいな。5人でこう転がっていくうちに結果的にこういけたらいいなっていうもので置いときたいというか、僕が知りたいですね。その話さないんで、やっぱり曲も分かんないし、なんか生もんっぽくて、なんかリアルで、僕は楽しんでやってますけど。
me.